はい、どうも、私です。この動画、日照簿記に Q の学習を念頭に置いたものなんですけども、今回の動画は特に外貨建て取引について考えていこうかなというふうに思います。とりあえず今回の動画は、そもそも為替換算ってどういうものなんですかという概略をお話ししてですね、その後外貨建ての期中取引、そして決算を見ていきます。で、この後為替予約というものもあるんですけども、それは別の動画でやっていこうかなというふうに思います。では見ていきましょう。まずは外貨建て何かという話確認していきましょう。外貨建てというのはですね、いわゆる外国通貨、ドルとかユーロとか元とか、そういったもので表現されている、取引、これ外貨建て取引というふうに言います。通常我々は円で取引しますね。これいくら100円です、円で、取引を表現しますよね。で、なんですけど、海外の人と取引をする場合には、これドル建てで、この取引は100ドルだとかですね、100ユーロだとかですね、円以外でその契約をしたりする場合、これ外貨建ての取引というふうに言います。で、これ何が問題になるかというと、例えば貸借対照表とか損益計算書、日本であれば円に統一して表現される、利益も円に統一して計算されるということになるんですけども、その中に一部に外貨建ての取引があった場合、ちょっと混乱しますよね。資産の一部がいきなりドルで表現されていたらちょっと困りますよね。円に換算してなんぼですかというところで、円に統一しようということになります。ですので、仕分けとか総勘定元帳に記入するときも全部円に換算した状態で記録を取る。だから為替換算というのが大切になってくるということになります。最近でも長らく円安傾向だったのが急に円高に振れたとかですね、為替介入で円高にとかいう議論、ニュースあると思いますけども、ちょっと不安な人も、今回しっかり理解できるようになるといいですね。じゃあ、その話していきましょう。これレート為替市場というところで、ドルと円の、その交換比率っていうものが決まってきます。これは市場で決まるのが基本なんですけども、例えばですね、1ドルが100円といった場合に、50ドル何円ですかという話になりますよね。で、この計算式というのは、おそらく小学校か中学校で、1回はこの比の計算ってやったことあると思うので、そこをね、ちょっと思い出してくださいね。これ、例えばドルと、円があったとします。これ、1ドル100円という、これ、比率なんですよね、レートっていうのはね。で、これイコール50ドルだったらいくらですかと、50対何ですか、分かんないから X と置きましょう。で、計算の仕方としてはですね、これ中側をかけてあげるものと、外側をかけてあげるものはイコールだよという、ルールありますので、これに従うと、100円かける50円は 1×X、 つまり X と。だから X は5000円だという、計算ができるということになります。これ詳しく分かんないよって人、他のネットとかの情報でもいいので調べて確認してみてください。そうすると、ここ5000円なんだと、つまり1ドル100円のレートであれば、50ドルは5000円だという表現、計算ができるということになります。で、これをベースにですね、例えば100円がですね、1ドル100円だったのが120円に上がった場合、これ1ドルに対してより多くの円を払わないとバランス取れないよねと、100円で1ドル入手できてたものが120円払わないといけない、これは円の価値が下がったという意味で円安という表現をします。円安という表現をします。で、円安になった場合、50ドルはいくらなんですかということですけども、これは先ほどと同じように、1ドルが120円だという比率で、50ドルだったらいくらですかという、この比率を取ってあげればいいということになります。で、今回、内々120円ですよね。120円かける50ですよね。で、それが X ですので、今回6000円というふうに計算することができるということになります。で、この円安がいいのか悪いのかという議論って、しばしばニュースでもありますよね。個人的にはサプライズ、市場の期待を裏切るような変化がなければいいのかなとも思うんですけども、一般論として、
円安というのは、まあ、輸出に有利だというふうに言われています。それはなぜかというと、例えば50円、これが皆さんが商品を売る立場だと思ってください。50ドルの商品を売る立場だと思ってみてください。で、元々のベースの時は50ドルを売ると5000円もらっていたんですよね。それが円安になると、同じ商品50ドル、アメリカ人からすると同じ50ドルなんだけど、これ日本に、これ日本の企業が輸出ですよね。会社が売る立場ということは輸出。そうすると6000円もらえる。今まで5000円もらっていたものが6000円もらえるから輸出に有利だという考え方にもなりますし、まあ、他方でこれ皆さんが商品を仕入れる立場だったらどうなります？ 50 ドルを仕入れる立場だったら、円安っていいのか悪いのかって言った場合には、これ昔50ドル仕入れた時に5000円払っていたんですよね。ところが円安に触れることで、同じ商品を仕入れる時には6000円も払わないといけない。だから輸入業者にとっては不利だというふうに、まあ、直感的にはそういう議論が成り立つということになります。じゃあ今度は、まあ、最近、まあ、円高になるといった議論もありますけども、円高はどういうケースかというと、この真ん中のをベースにした場合に、円のこのレート、これ80円、100円から80円になりましたね。1ドルに対して昔は100円がバランスしてたんですけども、円の価値が上がったので、いやいや1ドル100円も価値ないよと、80円ぐらいが相場じゃないですかということで、円の価値が上がったことによって円の数字が下がっているということになるんです。これも、まあ、先ほどと同じように計算すると、50ドルというのはいくらなのかというと、今回は4000円になるということになります。ですので、まあ、一般論としてここをベースに考えた場合に、まず最初輸出、皆さんが商品を売る立場だった場合、50ドルの商品を売った時に5000円もらってたのが、50ドルの商品、同じ商品を売って円高になった場合には4000円しかもらえない、だから輸出の会社不利ですねっていうのが一般論ですね。で、他方で商品買う側、仕入れる側の場合には、今度は先ほど5000円払わなきゃいけなかったのが円高になることによって4000円で済む、だから輸入にはいいですねという表現がされることがありますよね。で、今の考え方を使って外貨建ての取引、まあ、今回ドルで統一しましたので、ドル建て、ドルで表現される取引をどうやって記録していくのか、ちょっと考えていきましょう。まず最初ですね、1ドルが100円、これが為替レートですね、の時に10ドルの商品を仕入れる。で、そのために、仕入れるためにですね、手付金2ドルを前もって払った。この時の仕分けどうなります？これ前払い金が出てくるというのはいいですよね。商品を仕入れるよりも前にお金払う、これ前払い金です。考え方は、今2ドル払ったということで、今回1ドルが100円ですので、前払い金が200円というふうに円換算された。つまり仕分けは常に円換算で記録されるということになります。で、2番、1ドルが110円の時に、この上記10ドルの商品を実際に賭けで仕入れた、まあ、今回手に入れたっていう状態です。この時の仕分けどうなるかというと、これ、まあ、答え先に見せますけど、こういう数字になります。これちょっと注意が必要で、まあ、いろんな考え方があるんですけども、差し当たっての、まあ、仕分けで考えられるのが、まずは2ドル分すでに払ったのが200円というふうに表現されているので、この2ドルはもうもはや仕入れたので前払いじゃないから、前払い金を減らしますよね。10ドルのうちの2ドル払ったので、あと払うべきは8ドルってことですよね。その8ドルについて880円だというふうに計算するということになります。1ドルが110円、8ドルだから880円ということになって、この合計が1080という表現をするということになります。考え方によってはいろいろあるんですけども、少なくともこの仕入れの金額ですね、10ドル仕入れたんだよね、110円で1100円というふうにしないようにしてみてください。
で、1100円にするとですね、仕入れて費用ですね、とりあえず。そうすると、前払いの差分だけこれ、収益出すことも可能といえば可能なんですけども、費用と収益両方出したって利益変わらないので、まあ、差し当たっての考え方としては、2ドル分払ってるよね、8ドル分買掛金だよね、これが払う金額ですよね。払う金額をもって商品の仕入れの金額を評価しましょうというふうに考えます。まあ、いろいろな考え方のうちの一つだというふうに割り切ってもらえればいいのかなとも思います。で、最後、1ドルが120円、まあ、さらに円安になった時に現金で買掛金を支払ったということですよね。これはこの買掛金を8ドルですね、これ8ドル相当ですね、の買掛金を支払うというところで、ここはもうそのままなくすんですけども、現金払う金額は120円かける8ドルで960円実際に払ったと。880円の債務を960円も出して決済したので、まあ、差額は損だよね。これが為替差損益というふうに出てきます。ここは差額で出てくるというところも押さえておいてください。今のは円安傾向、1ドル100円だったらもう110円、120円になっていってですね、仕入れるとき、輸入業者の立場でまあ見ていくと、ちょっと為替差損益、もう今回、費用が出てきたって話しましたけども、次のこの問題は、今度は売る立場ですね、同じ円安傾向のときに売る立場、どうなるのか、ちょっと意識しながら見ていきましょう。まず例、1ドルが100円のときに10ドルの商品、売る。その売る前に手付金2ドルもらいましたよと、これ商品を売る前に受け取ったので、前受金という負債の勘定科目出るんでしたよね。前受金という負債の勘定科目出ました。で、2番目の問題で1ドル110円、ちょっと円安になった時に、上記10ドルの商品を実際掛け売り上げ、つまり相手に商品発送しましたよという状況、まあ、売り上げ記録するんですけども、前受金、すでにもらっている一部のお金に関しては、これマイナスしていくんですよね。まあ、ですので、すでにもらった部分を除いた部分が、後でお金もらう金額、売掛金ということになります。まあ、考え方としてはですね、まず10ドルのうち2ドル分はすでにもらっていますよね。だから8ドル分、後でお金もらうよという意味で、8ドルかける110円ですね。8ドルかける110円で880円。もらった2つの数字の合計で売上を記録していくという考え方になってきます。まあ、ですので、間違えず、くれぐれも1ドルが110円、10ドルで売上を計算するのではなくて、まあ、すでにもらっている前受金と、まあ、今後もらうであろう売掛金の金額を通じて売上を計算するっていうところを押さえておいてください。そして最後、まあ、実際1ドルが120円、さらに円安進んだ時に売掛金を回収した、後でお金もらう権利を実際にお金で回収しましたよということですので、売掛金はマイナスすると。で、880円の債権に対してもらったお金が960円だったということですので、まあ、ちょっと余計にもらってる、それが為替差損益、今回収益というふうに出てきたということになります。ですので、円安傾向の場合は、輸出する、ドル建てで海外に輸出する企業、まあ、利益出やすいですねというところを押さえてみてください。で、今までの話は特に決算というのを考えずに、まあ、期中で、まあ、商品売って仕入れて、で、しばらくしてお金回収したよといったイメージだったんですけども、まあ、期末をまたぐっていうことは普通にありえるんですけども、期末で決算整理として、こういう作業をすることがあるので、ちょっと押さえておいてください。つまり、債権とか債務、特にまあ債権とか債務の出目が一番高いんですけども、そういうのは決算時のレート、つまり取引した時のレートではなくて、決算時のレート、カレントレートというふうに言ったり、CC って言ったりしますけども、まあ、決算時のレートで改めてその資産とか負債を換算しますよというお話になります。で、その差額は、まあ、儲け、為替差損益で記録しましょうといった話になります。で、一見、まあ、難しそうに思えるかもしれませんけども、資産とか負債というのは、これ貨幣項目と非貨幣項目に分かれてきます。まあ、そんなに難しく考えずにですね、
資産っていうのは将来お金になるもの、例えば売掛金とか貸付金とかって将来お金になるじゃないですか。一旦人にお金貸すことによって貸付金という資産になりますけど、お金返してもらったら現金収入ってことになりますよね。ですのでそういった売掛金とか貸付金というのは将来収入、つまりお金になるねという話になります。それに対して例えば建物とかですねをイメージしてもらうと、まあ、建物というのは資産ですけど、あれ減価償却費で費用になりますよね。例えば前払い費用というのもこれ資産計上前払い費用ってやるんですけど、あの前払い費用は費用に将来なっていくってことになります。まあ、ですので、まあ、資産も負債もですけども、将来その資産負債がお金になるのか、将来費用とか負債の場合は前益収益とかいうのは収益に変わってきますよね。これでちょっと分けていってですね、この貨幣項目に関しては将来収入とか支出になるんだよね、だったら外貨建ての貨幣項目は決算時のレートで換算し直しておこう、だってお金になったりお金出ていったりするんでしょ、だったら決算時点のレートに換算しておこうねっていう考え方があるということになります。まあ、要するに、まあ、債権債務がほとんど多いと思うんですけども、債権とか 債務に関しては決算になったらレートで換算しますよというふうに押さえておいてください。具体的に見ていきますよ。まず最初取引がありましたと、10ドルの商品を賭けで仕入れたということですので、まあ、10ドル100円ですので1000円で仕入れ買掛金、これはいいですよね。で今買い掛け金これ1000円分記録しているんですけども、これって将来お金出ていくそういう債務、つまり貨幣項目になってきますね。であればこれ決算の時にアップデートしておこうよと、これ1ドル110円になったんだよねと、だったら1ドル110円だったらこの10ドルはいくらの金額になりますかっていうと、これ1100円ですよね。取引一番で取引した時は、ああ買掛金1000円ぐらいだなというふうに記録したんですけども、改めて決算の時に計算し直すと、この時1ドル110円になってるから、これ1100円払わないといけないんだ、将来お金払うんだよね、だったら決算時のレートで新たにアップデートしようぜという話になってきます。ですのでアップデートする分だけですよ、1000円はすでに記録してあるので1100円にするには追加で100円記録しておけばいいよね、これ将来の債務お金払う金額100円増えるって損だよね、だから為替損益っていう費用を記録しておこうというお話になってきます。この買掛金最初に1000円すでに記録してあって、1100円にするには追加で100円記録すればいいので、ここの金額は100円になっているってことを押さえておいてくださいね。ここで1100円って書く人たまにいるんですけど、それもったいないです。1000円部分についてはすでに記録されていて、追加で修正する部分ですので、ここの仕分け100円になるということです。でこの仕分けで跳ねて買掛金の金額が1100円残高がある状態で、3番の決済買掛金を現金で返済、あれこれまた1ドル100円に戻ってますね。ですから実際に決済するときにはこれ10ドル債務があったのを1ドル100円で換算するとこれ1000円なんです。つまりこれ結果として払った現金は1000円なんです。なぜかって言って決済する時のレートが1ドル100円だったから。でも買掛金はさっき決算整理で100円増したから1100円で記録してあったんですよね。で当然買掛金の合計を全部マイナスする、あれ1100円って買掛金書いてあったけど結局1000円払えば済んだんだよね、これって得したよね、だから為替差損益、今回は為替差益の収益100円記録するということになるわけです。まあ、結局1ドル100円でスタートして1ドル100円で終わったので、トータルの仕分けを見るとこれ為替差損益の費用が100円、
為替差損益の収益が100円ですので、結局プラマイゼロということになるというのが面白いところですね。